だスピナブサイトも、こう着水からブレードを回すっていうのが本当に肝心で、まるでこう、ピチョンって跳ねた小魚が、そのままピチャ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 っとこう泳いでいく感じ。だもう水に入った瞬間から見られてる。そこで、例えば、こう、右投げの右巻きなんかで、着水してからこうやって持ち替えてこうやってやる。っていうともう、死んだ瞬間を見せちゃうんで、それで一気にバイト率が下がっちゃう。必ず静かに着水同時とブレードを回す。この一連の流れですね。正確に静かに入れてこう。これができるかどうかで勝負が決まります。入った。おー、来た！おー、来た！見えたと思ったら。やばい、うわ、なんかすっげーくくー、たまらん。あー、けなく食った。よいしょー、きれいなバスだー。ほう、ガツッといった。いいコンディション、チビーブル。よし、マナーきれいに入った。スピナーベイトでより釣れるようになるのが、ピンスポットで巻き始めて食わせる釣り。今バスは見えてないんですけど、スピナベサイトと同じ要領で際を打っていく。だこう投げてこうガーってこう巻いてくるオーソドックスな使い方だけじゃなくて、ピンスポットに静かに入れてゆっくり巻くと、スピナーベイトがこうカーブフォール気味の軌道で、だブレードが着水同時に回るんだけど徐々に見えなくなっていく、その使い方でやるとピンスポットにいる、でもこうワームなんかには擦れてるようなバスも巻き始めて食っちゃう。だまさにああいうピンスポットで際に入れて沈めながら巻くっていう、ね、この使い方をするとスピナーベイトで釣れる魚が一気に増える。だもうストライクゾーン過ぎたら回収してまた次のピンスポットに入れてって感じ。まあその引く距離は場合によるんですけど、本当際でしか食わないなと思ったら割とすぐに回収しちゃうし、ブレークを舐めるようにカーブスローロールしてきた方がいいっていう時もあるんで、ちょっと離れたところまでそれを続けることもあります。まあ、スピナベサイトをやってるといかにその目の前に来て食わせる力が強いルアーなのかってことが分かってくるんで、そうするとバスが見えなくてもやれるようになるって感じです。巻き始め、コミにいた。今のも見ての通りの、もう巻き始めて食ってますよね。おお、おお、元気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 、超元気。フィッシュ、おお、でかい。これが。まあ、スピナベサイトじゃなかったですけど、その応用での巻き始めフィッシュ。ただトレラフックがもうこんなだもんね。やっぱ巻き始めて食うと、まあ、ガツンと言ってるんですけど、ちょっとこうカーブスローロール中に後ろからパクっていう